堺雅人は役作りのために寄生虫を体内に飼おうとしたことがある。大学時代俳優として生きていくことを決意し、親に無断で中退した。中退して親からの仕送りが途絶え、極貧生活となり、道端のタンポポにポン酢をつけて食べていた。朝ドラオードリーに出演するまでの約8年間はアルバイトをしながら活動していた。ドーナッツ屋のバイトが楽しすぎて無断出勤を繰り返しクビになった。計算が大の苦手で、足し算と引き算も苦手。台本のセリフに数字が出てきた時は文字に変えて覚えている。大学受験では数学の問題を全て放棄し、国立大学は全て不合格となった。ドーナッツ屋のバイト時代はお釣りを1000円単位で間違えていた。右と左がどっちかよく分かっておらず、タクシーではこっちと指を指している。